やばい、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 あー、やってしまった。傘忘れました。どうしよう。今発車していった品川行きの電車の車内に傘を忘れたことを気づきました。やばい、どうしようかな。あ、とりあえずじゃあ24分の平塚行きがあるので、これで品川駅向かって、多分折り返し整備なんで、ちょっと13号車乗ったっていうの分かってるんで、探したいと思います。すぐに次の電車来てよかったな。9時24分、これさっき出てた品川駅21分なんで、3分後なんで、今から行けば間に合うかな。品川って確か車内整備グリーン車以外なかったと思うんで、多分大丈夫だと思うんですけど、向かいます。いや、言ってますよね、傘など忘れ物にご注意くださいって。何してんだか全く。嘘。いや、さすがにあれじゃないな。多分これじゃないはずですよね。行っちゃった？そんなもんないな。多分向かいのホームにいるこれですね、絶対。13号車のボックスシートの取っ手部分にかけたんですけど、これ14かあるか。いやー、怖え。あったこれだ、これ。危ない。よかった、あってよかったです。いや、これ車内整備点検がなかったからそのままかかってましたけど、もし車内整備点検あったら回収されてたかもしれないですね。まあ回収されてたとしたら駅の窓口行けば受け取れると思うんですけど、受け取る手順結構大変なんですよね。皆さんも忘れ物には十分注意してください。ありがとうございました。
も最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、 X、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。バッジ、アイコンをご利用いただけます。真ん中の列はグリーン車、右端の列はグランクラスの方がご利用いただける特典です。かなり多くの特典をご用意しておりますのでご検討ください。またプレミアムグリーン車は値下げをしております。またここ最近 LINE のオープンチャットを始めました。ぜひそちらもご検討ください。メンバー様は限定のオープンチャットもご利用いただけます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。